西木沢スイッチバックを行く、キハ251ユーバリ鉄道キハ250系、機動車は、かつて、夕張バリ鉄道で使用されていた機動車である。なお、本校では、増備車のキハ252系機動車以降についても、記載する。キハ200系の導入の成功により、増備された、半高性二軸、ボギー液体式機動車である。キハ251は1953年に、 導入された北海道発の液体式機動車であり、国鉄地と施線上で公開し運転も行われ、道内における液体式機動車導入のパイオニアとなった。1955、1956年に増備されたキハ252から254の3両はキハ251とは座席配置と窓配置が異なるため、別形式のキハ252型とされた。 その後、キハ252と253は、向きの異なる変運転台改造が施され、各社がそれぞれ別形式となった。エンジンは、DMH17 バイト、製造は、新潟鉄工所である。旅客輸送合理化に伴いキハ252.253が1971年に廃車され、また、 旅客輸送休止に伴い、キハ251.254が1974年に廃車となった。これらの内鹿島鉄道に譲渡され、キハ714となった、キハ251は、鹿島鉄道が廃線となった2007年3月31日まで、使用された。キハ251型は1953年8月に、 新潟鉄工所で製造された総括制御可能な液体式全長20メートル級の両運転台車。正面は当時流行していた湘南型、側面の窓扉配置は 11D7D1D で、窓はバス窓、扉はプレスドア、塗色は当初は下半分マルーン、上半分クリーム色で、後に下半分を脳積色に変更した。室内は 中央部クロスシート、車タンブ、ロングシートの組み合わせで、全室式の運転台は、客室との仕切りが下半分のみの開放式、床は決まり。走行装置は、当時最新鋭の DMH17 バイトエンジンと、DF115 液体変速機の組み合わせであるほか、台車脇波200型と同様の皮脂枠式で、同軸に砂巻きら付き、スノープラウは上下可動式、 連結器は、波形自動連結器であった。キハ二百五十二のキリズマ側運転台キハ二百五十二型はキハ二百五十一の増備としてキハ二百五十二が九百五十五年に、キハ二百五十三、二百五十四が九百五十六年に、新潟鉄工所で製造された。基本的にはキハ二百五十一型と同様であるが、座席配置が扉間転換クロスシート、 車端部、ロングシートに変更となり、これに伴って、窓扉配置も 11D282D1D に変更されたほか、側面への雨といの設置、運転席側面窓の上方向への拡大、暖房を上バス組式とするなどの変更がなされている。キハ253型は1962年にキハ253を、型運転台に改造したもので、 キハ252と同様の改造であったが、客側の動力台車側の運転台を撤去したため、別形式となったものである。キハ252と同じく撤去側を切り妻ま式として、簡易運転台と貫通路を設けたが、その後1966年には、簡易運転台を整備して、正式の運転台に改造して、両運転台に戻っている。 キハ254型はキハ252、キハ253が片運転台化改造されたため、両運転台のまま残ったキハ254を別形式としたものである。鹿島鉄道キハ714石岡機関区、岡山林港鉄道、大本駅にて、キハ7000に三まさ市で保存されていた頃のキハ7001、キハ7002キハ251、キハ252、 キハ253、キハ254、北海道での国鉄の液体式機動車の配置はキハ17が1954年に室蘭機関区に配置されたのが最初。機械式では戦前にキハ25000が使用されていたほか、戦後1951年に室蘭機関区にキハ06とキサハ04が配置されたのが最初。国鉄のキハ44500型や、 木波重計なども同じ1953年製である。特に DF115 液体変速機については国鉄では木波42500型で試験中の段階であった。推進軸の故障のため推進軸の強度を 600kgm に強化したが、その5度軸が切損したため同軸を強化したところ、次に同輪のスポーク切損が発生したため、車輪を プレート車輪に変更し、推進軸を元の 500kgm のものに戻した。同様の事故とその対策は、国鉄機ハレ7型などでも実施された。1979年4月1日に、ホコタ線は分離され、鹿島鉄道となった。現在は、個人が保管している。後に、鹿島鉄道記念館として整備し、適宜一般公開が行われる予定である。 譲渡時は倉敷市交通局であったが1970年4月1日に水島臨海鉄道に鉄道事業を譲渡この際同時に元木派301の木派301も譲渡されて木派7003となって使用されたが同じく譲渡された那覇に不百五十三は入籍しなかった。また元木派302の木派302は水島臨海鉄道時代に 踏切事故で損傷したため廃車となっている。1958年新潟鉄工所製の20メートル級両運転台車で、機関 DMH17 バイト、台車 NH38、正面は湘南型と、キハ250型と同様の車両であった。鹿島鉄道キハ714型機動車に関する、カテゴリー鹿島鉄道キハ715系機動車に関する、 カテゴリー、ありがとうございます。